どうもネオモンゴル一派の山口です。本日使っていくポケモンはこちらドドゲザンを使っていきます。このポケモンはランクでめっちゃ多い今サーフゴーとミミッキュそしてドラパルトに強く出れるポケモンなんで今回使っていこうと思います。ドドゲザンの特徴としては攻撃と防御が高いんでやわなね攻撃じゃ全然通らないっていうのでミミッキュは勝てます。ほんで攻撃が高いんで不意打ちねこれドラパルトを一発で倒せます。ほんでサーフゴーなんですけどサーフゴーのメインウェポン2つが半減で受け切れるっていうのと最悪気合玉が来ても全然ね耐えれてなおかつその上からね攻撃を当てていけるっていうそういうポケモンなんでこう今ランクまでめっちゃ使えると思うんですね。なんで今回はこのポケモンで潜っていこうと思います。よろしくお願いします。それでは対戦いきましょう。さあということでマッチングしました。うわーいるわサーフゴー、ちょこいつに出したいわけよ。で初手ドドゲザンからいきましょうか。ドドゲザンね最初か最後とかで出していくのが強いんでまあ最初はドドゲザンからいこうか。ほんでその後にいやドラッパとかいっとくか。ドラッパいけるし一カネズミはドラッパとかでかわしていけるしその後よなニンフィアとかが。ニンフィアどうしよっかな。ニンフィアはいや腹張り腹張りうん腹張りや腹張りでいきましょう。この3体でいきましょう。さあということで対戦よろしくお願いします。相手はまず初手何から来ますか。相手はガブリアスから。お色違いか。さあということでこちらドドゲザンからいきましょう。っていうことでガブリアス初手って結構このタイプステロ巻いてくるタイプやねんな。初手に来るやつはここテラスタルで一応地面警戒しつつ剣の舞を積んでいきましょう。手でね相手によってこの剣の舞打つかそれとも引くかまあどうするのかっていうこういうタクがねドドゲザン強いんで。さあこっちはアクテラスタルしていきましょう。やんなステールスロックやな。ここうまいよ一旦うまくてこの後どうするかっていうところなんよな。さあこちらは剣の舞で2段階上がってる状態で相手はちょっとここは嫌な状態なんでいや何すんのかな。地面技は効果抜群じゃなくなったから打たへんしこいつに得意なやつを出してくるのか否かってところなんですがここはアイヘアイヘかな。アイヘ打っとこうか。相手もテラスタルか。何になんねんやこれは。さあテラスタルでしてくるのはドラゴンタイプに。ドラゴンタイプやったらまああんまり関係ないけど一旦はね激凛かぶっぱしてきた。まあでも防御高いし耐えれはすると思う。そやな。でもこっちは2段階上がってる状態なのでなかなか倒せないっていうのでサメ肌であかんやないか。ちょっと待ってよあかんけどあかんけどもうあかんな。これどうしよう。不意打ちです。忘れた。そうやそうやこれしたいんやったわ。よしよしよし危ねえ。あー思考からさこう切り離されてたわ。じゃあ不意打ちってさ絶対忘れへん。じゃあ不意打ち打とうとしててんけどな。まあ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 これで1体目落としていけると。さあということで相手はニンフィアを出してきます。このニンフィアはまあアイアンヘッドでもいいねんけど相手の方が早いのでわあどうかな。耐える余裕はないと思うからここは素直に攻撃すると思うねんな。不意打ちでダメージ稼いどこうか。そやな。いやーでも2段階上がった不意打ち半分まで食らわせてまあ1体半ぐらいは持っていけると。お結構さこういう使い方できるからドドゲザンいいんじゃない。さあということで1体半持っていったドドゲザンはここで退出と。相手は普通にハイパーボイスとかで攻撃するタイプなのであじゃあこっちは腹張り出していきましょうか。まあこれで受けつつ相手に返して残り削っていこうか。さあプカプカ浮いておりますがこっちはじゃあパラボラチャージ打っていきましょう。お相手は引っ込めた。さあ引っ込めた先がサーフゴー。こいつに出したいよな。こいつに出したかったんよな。さあここで
まあ、追加技は食らわんにしても、まあ何してくるかって感じやな。攻撃してくれたら別にいいし、トリック俺はかたくなにパラボラチャージしか打たへんからな。スカーフ、まあ上からでも下からでもどっちでもいいけど。さあ、おい、そんな悠長なことしてていいのかい、このまま押し切れあれ、いや、ハラバリーなんじゃないこれ。ハラバリーがサーフ号対策になるんじゃない。さあ、相手は電磁波、電気やで。こらこら、よし、パラボラチャージでよし。ええんか、それで。さあ、ということで、サーフ号は倒していくと、残りニンフィアが半分だけ残ってる状態なので、スカーフでパラボラチャージ打ったら勝てんな、これ。よっしゃ。さあ、相手はラスト1、ニンフィアを出してきます。まあ、でもね、主役階段で言っときますが、ドドゲザンがいたから、こんだけ楽に勝てたんやなっていうことをね、常に念頭に置いた破壊。ちょっとさ、そんなんさ、こうもう試合投げてるやんか。さあ、すごい、で、充電した状態でパラボラチャージ打って、これで3体倒せたと。よし、ということで、これにて、勝ちと。いや、ドドゲザンね、うまいこと、使えたんじゃない？まあ、2体半ですよ。あ、1体半やけど、この1体半をずっと強調することによってね、活躍したということで、はい、ドドゲザン会は終了でございます。お疲れ様でした。